伊藤充です。どうも。いやー、今営業終わりでございます。今日終わったんですけどね、アイスクリームをちょっと作っとかないといけないなということで、まあ、アイスをね手作りでやっているんですが、やっぱりあれじゃないですか、固まらないじゃないですか。だからこうちょっとお店終わりに今からやることにします。現在ですね4時半ということでございまして、ということでね、早速作っていきたいなと思います。ちょっと一旦目薬さそうかな。しゃー、アイスね、結構実は簡単に作れるということが判明しまして、まず用意するのはですね、このきび砂糖、卵2個、そして、生クリーム1パック。生クリームはね、ちょっといいやつ買った方がいいですね。で、1個のボウルにですね、卵を割っていきます。これをね、砂糖をちょっとずつ加えながら混ぜていきます。こんな感じ。次はですね、こっちのボウルに生クリームを混ぜていきます。で、あとはですね、これとこれを混ぜるだけです。で、バニラエッセンス、これを、タッパーに入れて固めるだけです。こんな感じで仕上がったものを一旦寝かせたいと思います。そして私も一旦寝たいと思います。はい、ということで、出来上がったアイスがこちらでございます。いい感じで仕上がってるんじゃないでしょうか。そのまま食べてもいいんですけど、せっかくなんでこれを使ってカクテル作りたいなと思います。結構贅沢にもりもりでまずグラスに入れていきます。フランジェリコですね、ヘーゼルナッツのリキュールを入れます。ミルクですね、生クリームも、ドライオレンジ、生チョコで、ミントで飾り付けて完成です。どうぞ。こちらがアイスクリームのカクテルになります。うん、うまいな。ヘーゼルナッツがいい仕事してるわ。全部手作りってすごないですかこれ。はい、ということで、アイスを作ってみたということでございましたが、いかがだったでしょうか。そしてこれからいろんな味も増やしていきたいなとは思っております。アイスを使ったカクテルはですね、さっきのやつ以外にもたくさんできまして、まあもうそのままブレンダーに一緒にかけちゃったりとかね、ミントと合わせたりとか、いろんなパターンがたくさんできるので、そちらもまた紹介していけたらいいかなと思っております。ということで本日はここまででございます。どうもありがとうございました。